フランシスコ・フィリオ。極真空手40年余りの歴史の中で、この男ほど強い海外の選手はいただろうか。ウィリー・ウィリアムス、アデミール・ダ・コスタ、アンディ・フグなど、日本の選手にとって脅威と言われた選手は確かに数多くいた。しかしフィリオは彼らをはるかにしのぐ素質と空手にかける一途な情熱を持っている。以前30人組手で日本人選手の猛攻に遭い、地獄の苦しみを味わったフィリオが、その何倍も過酷な100人組手に挑むのは、彼の心に息づく極真魂のなせる技である。今回の100人組手っていうのは、今度ある世界大会とこう関連性というんでしょうか、自分なりに何か意識したものがありますでしょうか。今に勝つだね、大会に臨む前の試練ですから、これは絶対にやらなければいけないと思います。フィリオさんを見られて、今回100人組手が決まってから、その様子を客観的にこうどのようにお感じになっておられるか。いずれにしても最大の目標は世界大会だと思います。それの前のこの試練として絶対に避けて通れない、ものすごい大きな機会だと思っています。もう普段通りやりなさいって、普通通りにもうお前が今までやってきたことをね、それを出すんだ、出し切るんだと、最高に周りの反対もありながら、それでも100人組とやろうってしてるところはなぜなんでしょう。Acho que esse é o espírito do Kyokushin, né? Você tem que fazer o máximo de você, né? Vamos ver até onde vai o seu limite de cada um. Então, これが Kyokushin Kai じゃないでしょうか。これが Kyokushin Kai だと思います。要するに極めるという、道を極めるという、この Kyokushin Kai の精神そのものだと、これだけが私を支えていると思います。それでは、これからフランシスコ・ウリオ選手の100人組手を始めます。フィリオは日本で100人組手に挑戦するために40日前、すでに故郷ブラジルで100人組手を完遂させている。地元の道場でいつも練習している者が相手とはいえ、一度成し遂げたという自信と経験は必ず今回の100人組手にも生かされるだろう。審判を務めるのはフィリオの師である磯部誠二師範である。これはフィリオの30人組手を見た彼の母親が磯部師範の審判を切望したことを受けて実現した結果である。多くの取材陣と殺気立った日本人選手の前にフィリオもいささか緊張気味だったが、徐々にリラックスし自分のペースを取り戻していく。
組手が進むにつれて一段と落ち着きを増すフィリョに対してますます緊張が高まっていく日本人選手たち。世界大会代表選手の谷川にフィリョの上段回し蹴りがヒットした。じっと見つめる選手たちに動揺が走る。世界大会を半年後に控え目の当たりにするこの現実にどの選手も焦りを隠せない。組手は完全にフィリョのペースで進み始めた。Sorry.
100人組手のルールにおいては足払いが有効となる。フィリョのコーチアデミール・ダ・コスタはフィリョに足払いによる技ありを取ることを勧めていた。
はいよ。おしまい。おざみを合わせてポン。よいしょ。よいしょ。はい、正面、はい、出身、しろげ、はい、正面、よし、よし、はい、どこ、しろ、うん、よし、よし、よし、はい、はい、よし、どこ、よし、道場内にピンと張り詰めた空気がみなぎる全日本チャンピオン和美の登場だ。Come on!
コンビノートという掛け声をかけるアデミール、蹴りを散らせという意味だ。フィリョの蹴りは鞭のようにしなやかで速く、そして重い。日本の選手たちが確実に受けたつもりでも、絶妙のタイミングで繰り出される蹴りはそのわずかな隙を狙って飛び込んでくる。相手が懐に入りそうになると左手を前に出して牽制する。一瞬踏み込もうとした選手に迷いが生じる。しかしこの間合いこそがフィリョの組手のペースなのだ。やらないとダメよ。落ち着いてやらないと。
こうだ。フィリオはブラジルで右の正拳を痛めていた。確かに今日のフィリオは足技が圧倒的に多く、突きの数が少ない。だからというわけではないだろうが、日本の選手がフィリオの懐に入って突きのダッシュをすると下がったり掴みが多くなったりするようだ。完璧を誇るフィリオも実は防御が苦手なのかもしれない。正面にレイ、お互いにレイ、お互いに、はい、構えて、しょ、しめ、前のコース、前のコース、カバロ、同じ海外の選手としてライバル意識が先に立つのだろうか。双方粘り強い攻撃が繰り出される。
70人を超えてますます磨きがかかったかのように繰り出される技の数々、フィリオは技ありを確実に取っていく。
麻酔との勝負では押されながらも何とか技ありを決めることができたフィリオだが、平然とした表情を崩さない彼にとって立っていることさえ困難となる地獄の百人組手の本当の苦しさは今始まったばかりだった。明らかにフィリオは倒された。フィリオの表情に戸惑いの色が現れる。旗の攻撃を嫌い道着をつかむフィリオ。百人組手にごまかしは効かない。フィリオも決して超人ではない。ブラジル代表というプレッシャーとベストコンディションとは言えない状態でフィリオは今百人組手最大の苦難を迎えていた。頑張れフィリオ。
90人を過ぎたあたりから再びフィリョの勢いが戻ってきた。組手をしている時には表情を変えないフィリョも、インターバルを取って汗を拭きに戻るとその表情はいかにも苦しそうだ。
優しく声をかけるフィアンセの勝也さんに見送られ、目前の100人完遂を目指してフィリオは再び戦いの場に向かっていく。
数ある極真空手の荒行の中でも最大の苦行といわれる百人組手。フィリョは今史上8人目にしてそれを成し遂げた。しかしフィリョは淡々と語り、百人組手は世界チャンピオンになるための通過点に過ぎないと。ブラジルが極真本来の武道精神を守りますと言い切る磯部師範のもと、日本人以上に武道家としての精神を培ってきたフィリョ。世界大会の序盤戦はすでに始まっている。頑張れフィリョ、負けるな日本。